どうもこんばんは、シンガーソングライターの平野でございます。今回はですね、私スタジオオーナーという別の顔を持っているわけでございまして、私の、ティーズスタジオといいますけども、そこの紹介をさせていただけるということでですね、皆様に一応ご案内をしようという、そんな感じでございます。ここは一応ロビーになっておりまして、別にロビーこれほどいろいろ説明することはないんですけど、ロビーでございまして、ギターとかあって勝手に弾いても OK みたいな、憩いの場所となっております。それでは、A スター、B スター、2ブースあるんですけども、それを紹介していきたいと思います。それでは、ティーズスタジオ のブース2つある中の1つ A スターの方を、最初にご覧いただきたいと思います。では、はい、こうなっております。こんな感じですね。でこんな感じでですね、こちらが壁一面こうミラーになっておりまして、こんな感じでみんなビジュアルの方とですね、アクションも練習できるという、そんな感じになっておりますが、レイアウト的にもですね、ライブと同じような位置関係にドラムがあって、こうベース並べてとかできて、そのまま鏡で練習できると。あと機材は一般的に PA があって。ギターが JC が2台とブギーが、これはもう私の趣味でございます。あとベイアンが普通にアンペグがブギーになります。あとドラムは 9000R という、ヤマハのレコーディングカスタムというドラムの人が見るとなんかいいドラムらしいんですけど、俺はドラマーじゃないんでよくわかんない。最近ですね、ちょっと秘密兵器をつけまして、照明を、これはですね、実際は練習には全く関係ないんですけども、音に反応する、この感じをいろいろやって反応して、練習を楽しんでいただくと、こんなところでございます。よろしくお願いします。それでは、B スタの方を紹介していきたいと思います。こちらになります。こちらが B スタになっております。普通のスタジオでございますが、こんな感じですね。PA があって、 PA があって、ドラムがあって、ちょっとノスタルジックな感じで古いピアノでございますが、あとギアンがこんな感じで、必要最小限のものは全部あるという、そんな感じのシンプルな作りになっております。よろしくお願いします。ですね、私シンガーソングライターということでですね、アコースティックギターをこう弾いたりしてこう歌ったりする、そんなことをやってるんですけども、スタジオの中でアコースティックギターを貸し出そうという、そういう企画を始めたんですけども、普段なかなかこう手に取れないようなヴィンテージのギターとか日本のハイエンドのギターなんかを、スタジオ内に限って、レンタルしようという、そういうことを始めたんで、いろんなギターあるんですけども、ちょっと代表的なものを3つぐらいご説明したいと思うんですが、アコースティックギター好きな人だったらチロッと見ただけでもう分かると思うんですけど、まずこちらですね、ギブソンですね。これはですね、1959年のギブソン J50 という、一番ギブソンらしいこうちょっと男っぽいゴワゴワな音がしたりするんですけども、なかなかいい感じのギターで、よかったら弾いてみてくださいということで、次これがですね、同じくギブソンのサザンジャンボという、これは1949年のバリバリヴィンテージでございまして、激ダリしておりますので、サザンジャンボ好きな方、山崎まさよしとか好きな方の年代はちょっと違うんですけども、もしよかったらということ、あともう一つ、いっぱいあるんですけど今日ちょっと3つだけということなんですが、これがですね、泣く子さまる1969年の D41 ということですね。知ってる方も多いと思うんですけど、69年までマーチンはサイドバックがハカランダだったんですけども、この70年からローズウッドに変わってですね、69年までがもう結構高かったりするんですけども、この D41 というのは1969年に製造を始めたので、その69年の1年しか作ってないという、世界に40本ぐらいしかないというこうハカランダの D41、これもよかったら弾いてくださいということで、大好きな方ぜひぜひティーズスタジオまでお越しください。お願いいたします。